一輪挿しからお花を飾る生活を始めてみませんか？一輪挿しに適したお花選びと花瓶とのバランスが大事です。ちょっとしたポイントで雰囲気が変わります。一輪挿しで飾る場合、シルエットが造形的で一本で絵になるお花がおすすめです。今回はアネモネ、ラナンキュラス、アンスリウムです。シルエットの美しさ、重厚感のあるお花、個性的なお花で選んでみました。この他にも一輪で主役になるお花を探してみてください。一輪挿しには口の狭い器を選ぶとお花が上を向いて綺麗に飾りやすいです。では早速お花を飾っていきましょう。お花を飾るとき、どうしても正面を意識しがちですが、必ずしも正面にこだわる必要はなく、花全体のシルエットを見せていく意識を持つとガラリと雰囲気が変わります。風で揺れそうな柔らかい表情になりました。一輪挿しをいくつも並べて飾るときは、お花や花器の高低差を意識するとリズムが生まれます。低めの花器に対しては少し背が高いアンスリウム。お花を器に当てバランスを見ながらカットしていきます。飾った時に綺麗に見える基本の比率の目安は1:1。ただ今回登場しているアンスリウムやラナンキュラスのようなボリュームのあるお花は短めにカットしても可愛いです。数本のお花を飾る場合でもバランスの取り方の基本は一緒です。枝分かれの部分が器に埋まり、お花が広がらず窮屈な印象に見えてしまいます。そんな時はお花の高さと量に合わせて器を変えてバランスをとってみましょう。お花を少し高めに飾りたい時でも、お花の比率を 1.5 程度に収めるのがおすすめです。また使用しているような足付きの花器では、足の部分は高さに入れずに算出して大丈夫ですよ。今回は生花ではなくアーティフィシャルフラワーでお見せしているので、アーティフィシャルフラワーならではのポイントも。先ほどの器に対してお花の背が足りない場合は、石や砂を使って花瓶に合わせてかさ増ししていきます。基本の比率1:1になりました。アーティフィシャルフラワーはそのまま飾るとしなやかさが足りなくて元気がない印象になってしまいます。どの向きから見ても綺麗に見えるようまんべんなく広げてください。お花や葉は重なり合わないように意識すると、本物のお花のようなみずみずしい仕上がりになります。中を洗うのが難しい器も、水を必要としないアーティフィシャルフラワーだと選ぶハードルが下がって楽しめますよ。たくさんの花瓶とお花をご用意してお待ちしております。